何のゲームか分かる？何これ？ちょっと待って、こんなゲームだったっけこれ。 しかも全画面できないんだけど、ちょっと待って、全画面できないんだけど、ちょっと待ってね、ああいけたいけたいけた。やべえ、クソゲー集やべえ、マジで。お前マジで30分、下手したら30分でやめる。下手したら30分でマジでやめる。ちょっと待ってな。いや、これ音量5でこの大きさだからね。初っ端100で再生されてるからそらうるせえわ。わざわざ大コスモの王様が塊を転がすためだけにわざわざ。では早速転がしてほしいけども、その前に、うわなんかボーボボ感すごいな、このあれみたい、佐藤二郎みたい。早速転がしてほしいけどもけどもみたいな、なんかこの佐藤二郎感すごい。ベイブレーションのことブルブルブル震えるやつみたいな、なんかそういう。いや、俺どっちかというとね、ヨシヒコよりね、あっちのイメージかな。俺銀魂しか見てないから、銀魂のイメージ。ちょっと待って、塊魂ってジャンルあるのか。塊はあるわ、塊魂あるわ、スイッチのタグに。というなら、というのであれば、キーボードの V で振動のオンオフ。え、ちょっと待って、どこが振動するの？え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、どういうことこれ。W と I、 W と D、 I と LIJKL が WASD と一緒で右にあるのか、これ。SK。Q 回り WK。左に曲がる。 WAWAIJ。 ああ、あー、はい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 。本当に面白いのかこれ。面白さが全く見出せないんだけど。
さすが王子のだけあってさらにお上品。いや佐藤二郎感すごい。顔もちょっと佐藤二郎な気してきた。ジャンプ。王子ダッシュ。上系って何？ちょっと待って。いつ使うのこれ？これいつ使うの？意外と操作方法多いな。ちょっと王子ダッシュだけできない。 WKIS WKIS、 WK、え、なにこれ。ちょっとこれ、あ、この BGM 頭狂いそうになる。ちょっと待って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 。 WK と IS を、 WK と IS を、 ちょっと W 押したら回転するようになっちゃった。めっちゃむずいんだけど、チュートリアルで積んだ。WK と IS。 おお、わかった、飛ぶぞこれ。危ねえこれ、俺人に教えてもらわなかったら一生ここで積んでたわ。危ねえマジで。やべえマジで30分でやめるかもしれない。ほんとそうなったらすまん。塊魂ファンの全国の塊魂ファンのみんな、ほんとすまん。30分で終わることになったら、30分で終わる気しかしない。ほんとごめん。俺ね、塊魂ってさ、なんか中古ゲーム屋のなんか自由プレイで本当に5分ぐらい転がっただけで終わったんだよね。こいつ下半身ついてたんかよ。酔っ払って星を全部壊したと。世界観やべえこのゲーム。いやもう佐藤二郎しか出てこない。本当に佐藤二郎しか出てこない。鳥肌立つ。ちょっと恥ずかしい。
ああ、星空取り戻すために俺は塊魂するのか。やべ、もう操作方法忘れたぞ俺。もう押し出しできない。あすげえ唐突に地球に飛ばされるな。塊ついでに体も鍛えろ。体鍛えて王子も大きくなる。後ろから近づいてきたら左下に注意マークが出る。ああ、まあ最初は気にしなくていいって。なんか一応来た。あ、え、なになに。あー、なんかカタツムリとかいんのか。さて、意外と方向転換できないこれ。あー、落ちるちょっと待ってこれ。あ、やばい、もう操作方法忘れた。誰か操作方法、どうやって俺回転するんだ。どうやって回転するんだっけこれ。あー、こんな感じだ。オッケー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 、いけたわ。ちっ、急ブレーキしちゃった。やべ、王子ダッシュの仕方もう忘れた。どうだっけ。あ、ちょっと待って、んこうか。 WSIK こうか。できねえ、むずいこのゲーム、奥深すぎ。やべ、このゲームマジで奥深いぞ。あの反対側にくるって回るのもやり方忘れた。あれなんだったっけ。だからぶつかったらダメなのか。意外と固まれるもの少ねえな。え、なんかさ、この辺、なに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 、この辺何でもくっつくんじゃねえのこれ。しかも意外と10メートルにするの大変だな。10メートルじゃない、10センチか。え、めっちゃむずいんだけど。なんか俺が知ってる塊魂って、もっとなんかぶつかってたぞ。もっと吸収してた気するんだけど。あ、やばい、気持ちいい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 。あ、壁際に気持ちいいポイントある。気づいた俺。これこれこれ。あれ終わった。あ、まだか。え、ちょっと待って、でかすぎて歩きづらいんだけどこれ。なんかぶつかったら取れるし、これは拾えないのか。くっつくやつとくっつかないやつの区別がちょっと分かりづらいな。うわー、なんなんだこのゲーム、やばすぎマジで。シュールすぎる正直。いろいろ助けてくれる。あ、地球のみんな許してくれるんだ。いや、ひでえ世界観から何から何まで。これいつのゲームだっけ。プレセ 2? 塊より大きいもの。あー、はいはい、アガリオと一緒ね。アガーリオと一緒か。
わかったわかったわかった。ああ、わかったわ。わかってきた。え？あ、なに？俺が固めたものでこれ国ができてんの？俺が固めた塊があれ星になってんだ。9E。ああ。キノコでは卵をぶつけ合う。あ、ちゃんと保存しなきゃいけないんだ。まあ、とりあえず地球行こうか。ん？決定。ああ、これ毎回こいつ出てくるの。え？マガンダンウマガポ。フィリピン？え、これいろんな国行けんの？ちょ、もう俺塊魂したいから、ちょ、話飛ばすね。いや、全然フィリピンじゃねえじゃん。騙されたわ、こいつ。7分。7分で20センチ、結構長えな。結構しっかりゲームさせるな。でかいのはダメだから。うわ、こいつでっか。何か接近中。ちょっと待って待って、ちょっと待って、こいつらやべえ。ふと、ちょ、将棋の駒集めような。これどういう世界観な。あ、ちょっと操作慣れてきた、操作慣れてきた。うまい、うまい、ここうまいぞ。帰る、いけないのか。なんだこの BGM、 誰が歌ってんだよこれ。なんだよこれ。これさ、ダッシュってどうやってやんだっけ。 WKIS。やべえ、はあ、なにこれ。ちょっと待って、もう意味がわかんない。正直なんでこんなことになってんのか正直意味わかんない。あ、でもこれうまいぞ。うわあ、わかったわ。ネズミにぶつかると跳ね飛ばされてるんだ。画鋲判定狭っ。マッチも。あ、もうこれいけんじゃない。でもだいぶでかいぞ。歌がムカつく。誰が考えたの。あ、みかんバラバラになってる。みかんぶつかってよかった。これ本当に面白いのか。これもうカタツムリいけんじゃない。あ、10センチ。あ、はいはいはい。なんでわざわざ出てきたんだよ。じゃあでもカタツムリもいけることない。カエルとか、ほら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 。あ、でかい、すごい。やべ、でかくなってから楽しい。やべ、上がるよと一緒だこれ。やばい、これでかくなってから面白いわ。気づいた俺。まだ蚊取り線香いけねえか。しかもなんか早いし。あ、すごい。え、ちょっと待って、マジですごいぞ。
やべ。来た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 。ちょ、こっちある、こっちある、でかい目めっちゃある。うわわ、なにこれ、ソーセージだ。え、ちょっと待って、俺さ、あ、やべ、こっちにでかいのある。うわー、野球ボール体につけて、うわ、スズメいるじゃん。うわ、でけえこいつら、無理だこいつら、でかすぎて。うわ、野球ボールとツバメくっつけて体に。つくしめっちゃある。うわ、コーヒー取れねえ。うわ、さて、磁石って何かがくっついたりするんじゃない、もし。やべ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 、これいけるぞ、何もかもいけるぞ多分これ。いやー、でも BGM が癖になるっていうのはどうだろうね、人として。人として俺はどうかと思うけど。え、ちょっと待って、出られないんだけど。うわ、はめられた。うわー、もうちょっとやりてー、いい塊だね。あ、あ、いけるいけるいける。え、まだいけんの？あ、時間の限りいけんのかな。分かってるわ、このゲーム。人々が何を求めるのか分かってる。もっとなんだよな、もっと欲しいんだよな。やべ、ちょっと楽しくなってきた、体がでかくなると。でもこれ動物愛護団体とかに怒られるんじゃない、こんなツバメとかカエルとかひっつけて歩き回ってたら。鳥さんパタパタでしょこれ。え、ちょっと、マジででかいぞ、マジででかいぞ。やべ、カタツムリ取れた。うわ、めっちゃ包丁ある。でけえ、シャレにならんぐらいでけえ。ちょっと、あ、動かない、でかすぎて。うわー、え、目覚ましだけ強っ。え、なんでこれぶつかんねえの、大きさ足りないってこと。うわー、気持ちいい、気持ちいいけど、やっぱり俺これもしかしたら30分でやめるかもしれん。30分以上きちい、めっちゃ楽しいけど、これ30、これ1時間2時間やってこれ大丈夫なのか。あ、でも俺の体もでかくなってくるから、どんどんでかくなってくるのかな。ちょ、これもうちょっとやってみんと分からん。でもちょっと待って、31センチって星になんの。それ星、星って言うの。耳ちぎれる、いってー。そろそろ出発しますよ。はーい。臨時ニュースです。星空が突如なくなってしまいました。原因は現在調査中とのことです。いや、地球行くっしょ。なんかもう一個あるぞ。カニ座を作る。
なんだ、ちょっと気になる。気になるけど星をつける。反対側にシュンっていくのなんだっけ、ポルトガル。いやもう絶対ポルトガルじゃねえじゃん、もう前のあれで分かってるわ。なんかいろんな国に行けるのかなって思って、塊魂すげえって思ったけど、さっきバチバチに家の中だったしな。カエルとかツバメがいる家の中、意味がわからん。うわ、ふんころがし。おお、バチの中ちょっと進化したぞ。50センチ9分。 OK。あー確かにもうなんかすでにこの段階でちょっとさっきより体がでかいわ、周りのものとかと比べると。じゃあ操作がな、やべえ、歌がなんか粋な木村カエラみたいな、癖がすごい木村カエラみたいな BGM 流れてる。なんなんこれ。あべ、登れねえ、小さいからかこれ。ちょっと待って、操作が俺多分これ、うわこれバリエーションどんくらいあるんだろうな、この恥ずかしい歌。ちなみにこれ見て久しぶりに塊魂してえなって思ってる人いたら多分間違いだよ、これ結構高かったよ、1000円ぐらいした、結構いい値段する。やべ気持ちいい。いや当時から換算したら安いかもしれんけどさ、今のこの時代にこのゲーム1000円ってどうなん、ちょっと際どいところあるけどね。安っていうのはちょっとどうかと思うけどね、俺は毒されてると思うよ王様に。来たな俺の時代、これ花火じゃねえか。やべ飛脚が落ちてる。うわ手裏剣欲しい。えちょっと待って、ここなんかめっちゃ花火あるんだけど、祭り？ここもしかして。うわ猿の人形欲しい。これあーやべえ、え、ちょっと待って、これどうやって登んの？登り方がむずい。でもでかくならないと登れないかな。もういけるだろう、お前。うわ、逃げた！やべ、猫いる。猫はまずい気がする。なんで1000円で固まれるんだぞって。うわめっちゃマヨネーズ押してる、マヨネーズめっちゃ欲しい、たこ焼き押してるから。めっちゃふんころがし逃げようとしてる、捕まえたろ。やべえこれ、うわ犬つえ。はい、いけるな、いけるな、この辺の一層で、あ、いやいけるいけるいける、この辺のやつ一層できる。なんだよこいつ、クロワッサン若干足りん。タイいける。まだ、やべ猫怖え。どうやって登るんだろう、なんか道があんのかな、それともでかくなったら自然に登れるよってことなのかな。ここは、はあ、あー分かった、こういう鳥とかはダッシュで多分登飛んなきゃいけねえんだ、あの習ったダッシュで。押し込み？
押し込みってなんだ。やべ、青がにいる。直進し続ける。あー、なるほどね。やべ、スリッパで俺の塊の形がおかしくなっちまった。まずい形になった。動きずれ。ちょっと待って、引っかかる。俺ね、小学校の頃とか中学校の頃ね、大抵のものはまあ大体さ、俺そんなめったにいる、そんな欲しがんないんだけど、なんかこのゲーム欲しいなって言ったら、あの別に、えい親は関与してこなかったけど、俺ね、確かね、塊魂だけはね、親に拒否られた気がする。俺の記憶が正しければ。人生で一つだけこのゲーム買って何になるのみたいな、なんかそういう勢いのことを言われた気がする。まあ俺も確かにそれで確かにとは思った。何も言い返せなかった、正直。冷静に諭された。お、まあ結局時間いっぱいはやんなきゃいけないんだな。うわ、スイカ欲しい。バケツ当たり目だな。懐かしい、この感じ。俺がちょっとだけゲーセンでやった懐かしさ。友達もなかなか塊魂持ってるやつっていなかった。お、いけるんじゃね、犬。うわ、無理か。うわ、犬巻き込みてえな。あ、ここも通れるんじゃね、思いっきりぶつかったら。ぶっ壊れんじゃないこれ。うわ、ダメだ。なんかこれあれだな。やべ、あと3分か。押し込み続ける。おお、ほんとだ。いけるか。うわー、あー無理だ。意外と判定シビアだな。おおおおお、やべ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 。やばいぞこれ。これ多分もう今俺無敵になりかけてる。やべ、あと2分かよ。もうちょっとやらして、もうちょっとだけやらして。ランドセル多分いける。オッケー。もう少し、もうちょっとで見えてくるんだよ。やべやべ、もう操作がおぼつかなすぎて。うわ、でけえ俺。いや、もうちょっとやらしてほしい。やべ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 。うわー、猫来たー。かわいい、かわいいけど、これは倫理的にどうなんだ。普通に考えてちょっと際どいぞ。うわ、マジ何でも巻き込むやん。ひな団子と言ったやん。え、ガチやばい。これ車とか吸収できんじゃない、上手い人だったら。え、マジででかいんだが。え、マジでかいんだけど。うわ、ちょっと17秒。あの、カナン行きたい俺。いや、邪魔くせえよこいつ。もういっちゃ、やべえ、でかすぎる。いやー、止めんなよこのハゲ、うぜえ。
83センチ。おお、大きすぎて涙が出てきた。お、いやー、やっぱいいな。俺初めて学生の頃に我慢したことを大人になってやってる気がするわ。テレビで星がなくなったって言ってたよ。ほほほ、そんなことがあるものですか。さあ、タクシーが来ましたよ。わざとこういう演技なんだろうね、これはね。わざとこういう演技なんだろうね。怖いわ、なんか。なんかあの、なんだっけあれ、夜中やってたさ、アニメあったじゃん、なんか15分ぐらいの怖いやつ、あれみたい。なんだっけ、新耳袋じゃなくて、なんだっけな、なんかあったよな。あ、闇芝居だ。ちょっと待って、これ操作方法を知りたいんだが、操作方法の確認とかなんかねえのか。あの後ろに回り込むってやつとさ、クイックターンしたいんだけど、どうやってやんだっけ、もう忘れちまったわ。誰か教えてくんない。コントロール、ああ、コントロールとシフトか。ありがとう。今日の転がしについていく。ああ。ん？はあ？プレゼント地球でなくしちゃって。うぜえ、こういうの。ん？ちょっと待って、倒せた。家の中、また家の中だ。なんか家と外しかとりあえずバリエーションとしてはないのかな。やべ、麻雀牌あんじゃねえか。白髪中みたいなあるぞ。チュンじゃねえな、あれなんだろうな、髪かな。拾ったやつで役満作りて、拾った範囲で1メートル。やべ、1メートルだって。サイコロからいこう。うわ、これひふみサイだろ、しごろサイだろ、これあー、来た、クイックターン来た。うわ、邪魔くせえこの鉛筆、なにこれ。うわ、あそこの人巻き込みて。うわ、やべえ、ちょ待って、まずい、もう引き込んじまった。なんだよこの歌。ちょっと癖になる。ちゃんと曲として成立してる、初めて。でも言ってる内容は意味がわからん。塊入れてきた、さらっと、さらっと、当たり前のように、違和感ないように、塊って今入れてきたぞ。まだか。うわー、ちょっと待って、うわ、ちゃんと曲になってる、ムカつく。ちゃんと曲になってんのがまたムカつく。それっぽい。こたつの上いけんのかな。やべ、当たりだ。うわ、来てよかった。は、やべえ、ここ楽園。やべえ、楽園すぎる。でけえ、マジでかい。いけるぞ、もうこれで下のもん。うわ、マジかよ。
ガチダッシュみたいなやつだけできねえ。うわマジかよ、これいけんのか、これいけたってなってきたら、ちょっと待って、これ登れるんじゃない。うわマジか、登れねえか、きたー、うわでっか、ちょっと前見えねえ、え、まだスズメいけないの。うわ結構シビアだな、20センチ以上マジ、やべ猫だ、うわうぜー、やべ結構むずいぞ、うわうわうわ、ちょっとやばいやばい、ちょっと待って、やばいやばい、猫に人生狂わされる、はっちょっと待って、やばい詰んだかもしれん、やべ形がおかしい、え、ちょっと待って、やばいやばい詰んだかも俺本当に、ガッタガッタになっちゃった、やべえ、ちょっと待って、帰り道探そう、あーどうしよう、ちょっと待って本当にどうしよう、18センチ、え、ちょっと本当にどうしよう、やばい詰んだ、やべえ、ちょっと待って、マジで俺を助けてほしい、あーもうダメだ、もうダメだ、詰んだ、すごい面白くない塊魂始まっちゃった、うわーもう、うわあの上のスイカめっちゃ欲しいんだけど、いけ、おっしゃ、人生やり直そう、やべあと5分だ、え、1メートル作んなきゃいけないのに、うるさいうるさいうるさい、今ちょっと忙しい、一定水準超えたら一気だと思うんだけどな、あ来た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 、うわマジかよ、なんだこれ、うわ来た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 、来てない、え、ちょっと待って、むずい、俺まさか こんな子供向けのゲームクリアできないことある、うわぁ、ちょっと待ってよ、いやちょっと待って、俺見つけた、お、ここ頼む、よっしゃ、マジ頼む、あと4分しかねえ、でも多分ここ楽しいゾーンだ、全部いけるはず、あ、これ無理だ、から割と一気だと思うんだけどな、
さっきの場所かこれ。何がどうなってるのかよくわかんないけど、希釈いけるだろう。もうやばい、本当にやばい。台無しリンゴ、頼む頼む。ちょっと待って、何分、うわ3分きつ。こんなんあったっけ。やばい、あと2分しかない。ちょっと待って、俺ちょ喋るのやめるわ。じゃ真面目にやる。うわでけえ。いや基準がわかんねえ。何がいけて何がダメなのか。やべえ。猫に人生狂わされる。ちょい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 。無理だ。1メートルいけない。あーマジかよ。うわめちゃめちゃ半端もん扱いされてる。うわ星屑になった。いや怖え王様。あー多分ね速度も大事だけど、あの同じ場所を俺は多分くるくる回ってる気がするから、ちょっと新しい美味しいポイントっていうのをどんどん見つけていかなきゃいけないんだよね。なんかね結構あるんだよ、ちょいちょい走ってたら美味しいポイントみたいなのが。めっちゃ落ちてる。こことかもこうやってさ、うわまた体温計。展望かこれ。違う、なんだこれ、鉛筆か。これ引っ掛けるとほんと痛い目見るんだよな。やべ見つけてしまったかもしれん。パチンコ玉だ。ギャンブルの聖地だ。落ち着こう。焦んなかったらなんとかなる。最初丁寧に行って、あとは激しめだわ。でかくなってからもやりたい放題だから。
これなんだ。うわでっけ、なんだこれ。うわやべえ、パセリかさ増し、やべえ。ちょっとパセリのかさ増し、やべえ、人生変わった。パセリに人生変えられた。ちょうどサビ曲も。なんだこのネズミ。あ、ちょっと待って。10センチ以上。あ、いけるじゃん。あ、こんな場所あったんだ。やべ、ゾノちょっと形が。判定が意外と小さいんだよな。やべ、俺の将棋の、やべ、やべ、ここまずい場所やってきたか。裏コースだこれ、さっきの20センチ以上の。これまずいんじゃないか俺。今飛び級しちゃったよな俺。まだ20センチじゃないのに、20センチ以上じゃないと入れない場所に俺入っちゃったよな多分。これ積んだ俺、やべえ。出れるのか俺これ。ここどうにか抜けれねえかな。どっから出るんだ。障子破れる。うわ破れねえ。やべえ、くっつけねえ。やべえ、どうしよう。やばい、やばい、焦ってきた。どうやって中戻るんだこれ。戻り方がわかんねえ。やばい、まずい。ちょっとこれどうしたらいい。固まり魂のプロ、ちょっと俺にアドバイスくれん。押し込みで本登る。やべえ体が。あー来た、本吸収、来た本吸収フェーズ。はい強気。はい強気。やべえ、ちょっと待って、まだまだ早かったっぽい、まだ早かったっぽい。あ、ちょっと待って待って待って、ごめん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 。ちょっと、もうちょい、もうちょい。でかすぎて見えねえ。オッケーオッケーオッケー。あー、これ開いて、なんか明らかにステージ増えてるなと思ったら、これ開いてんのか。20センチ超えたりすると。ちょっと待って、いやマジむずい操作が。俺の人生変えてくれた。オッケーオッケーオッケー。はあ、うぜえマジ。この辺丸ごといけるだろう。ちょっとマヨネーズきついか。スポンジいけるな。この辺ちょっときついか。あー、あれ美味しい、あれ多分美味しい。きた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 、いいぞ。
熟成ローサーマーまだきついのか。だんだん分かってきた。あ、ちょっと待って。あ、混乱してる。パニック症候群。やばい。オッケー。なんだこれ。やべ、はめられた。やべ、ちょっと待って、ガチャはめられた。あぶね。下駄いけるべ。お、来た。でけえ、でかいです。あ、でかい、マジで。ロンリーロンリーワー。いや、歌も覚えてきた。ロンリーダチョウいけるだろうこれ。ガチョウだけいける。うわ、無理か。渋いこいつ。うわ、きったね。あ、バケツまだいけんか。むずいな。結構今ナイーブな絶妙な大きさなんだな俺今。立ち受けだ。このラジコン何なんだろう。ラジコン弾いてるんだけど、ラジコンも吸収できないのか。あ、ひっくり返したら捕まえれるのか。なるほど、クラッシュさせてからじゃないと捕まえられないんだ。これもろたな、でけえ。おい、もうこのババア吸収できるだろこれ。まだか。いや、マジででかい。え、ちょっと待って、マジででかいんだが。あ、マジでいけんじゃないこれ。お、あのメスが来た分吸収できるぞ。あ、無理だ、今の地球儀は無理だった。マジか。いや、この辺がきついならまだ無理だな。ちょっと気が大きくなってたわ、体と一緒に。まだ俺には無理っぽいわ。やべ、準備整ってきた。竹垣いけるってなってきたらちょっと話し合ってくる。まだ、いや、ちょっと待って、前見えねえんだけど。やべ、これ30秒か。いや、夢中になってて気づかなかった。マジか。あ、いける、いける、逃げてる。あの音は、うわ、どっか行った。あの、うわ、大人汚ねえ。ちょっと、あの、座ってるやつだけでも。何これ、どうなって、でかくなりすぎ。何これ。なあこれ、でけえ。やべえ、楽しくなってきた。楽しくなってきた。もしかしたらこれ神ゲーかもしれん俺。いや、塊魂の会社どこだっけ、スポンサーついてくんないかな。あ、やべ、飛ばしちゃった。まあいいや。やべ、マフラ
ー操作設定あんじゃん。WKIS OK WKIS。 いやもう絶対覚えられないわこういうの。白鳥座、あ白鳥座か。いや俺ぐらいの年代の人たちだったら塊魂やったことはなくても見たことはなくても聞いたことはあるだろう。え俺もしかしてさ30分ぐらいで塊魂やめるかもしれんとかって雑な扱いで始めたけどさ、もしかして俺20弱い28御年28歳としてもしかして塊魂初見って俺めちゃめちゃこれ今貴重な体験してる。俺もしかしたら俺これすごいもったいないことしてた。俺できやりたくてもできないそんな経験をしてる俺今。いやーこれが少年時代かよ。陽水も喜んでるわ。マジかよこんなに。いや俺雑な扱いしてたな。下手したら30分でやめるかもしれんとか言って。マジか。これどんなにでかくなんだろう終盤。やべえ塊魂ゴール間際の姿が想像できん。どんなでかさになるのか。だってそれこそ初めて30分40分で1メートルだもんね。ちょっとした小学生ぐらいのサイズだもんね。やばいんじゃないこれ。ビルとか吸収できるんじゃねえか。ガチで地球とか最後行っちゃうんじゃない。やばいかも。国ごと行っちゃうかもな。ワクワクしてきた。あ、またプレゼントか。朝のラッシュですられた。やべえわマジで。佐藤二朗の俺塊魂のこの王様の顔を佐藤二朗のモッドにするモッドがあったら俺正直モッドという禁忌を破って俺それ使うかもしれん。あーでけえわ俺体がもうすでに。ほらもう町だもん。変わってきたわ。なんだあのスケベこけし。 1.5m。 まか13分。いや任してよプロよ。あべちょ本当に数分触らな、数十秒触んなかっただけでちょっと操作がおぼつかなくなってる。結構うわこれなんだ。うわあいつら吸収できるようになってから来よう。痛い目見してやろう。最初はねやっぱいや来た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 、こういうねたこ焼きゾーンみたいなのがあるわけですよ。これを探すゲームなんですね。これはこういう、そう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 、間違えた。やべ落ちる。あちょ待って待って待って、やばい止まらん、やばい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 、ちょ待ってパニックパニック、指が止まらなくなった。あいけるいける。うわあれ生きてー、うわ飛ばされた。なんか俺早くなってる。しかもやべ卵寿司あんじゃん。やべ寿司めっちゃ落ちてる。マグロの刺しがすげえ。うわカニまだ無理か。何この加速するやつ。ちょ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 なんだ
なんか俺が知らないギミックに触れてるんだ多分これ。あ、もう雑巾切るってなってきたら話変わってくるわ。雑巾すごいんだわ。あ、こういう場所でも登れるんだな。やべ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 、パニック。薄いのはいけるな。やばい、この辺分かった。この薄くて細長いやつかさ増しに向いてる。もう20センチだもん。薄いのでいく。もうカエルそうな目。やべ、世界広がったの。まず一つ、生き物がまず小さくなった。自分と比較して世界変わってきた。いや、このコップとか熱いわ。この辺いけるな。来た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 。成長第なんかあった。昔社会の勉強で習った気がする。なんとか成長期みたいな、高度成長期。来た。あ、小さい。ダメだ、あんまり成長してねえ。リンゴとかあんま美味しくねえんだよな。トマトとか。来た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 。ここマジ熱い。あー、でも体がでかくなるとやっぱそれに影響力がちょっと小さくなってくるな。あべ、ちょっと難しいな。どうしよう。あ、やばい、まだ早かった。ここ何センチ以上とかないね。ハトに弾かれはしないけど、なんだこいつ。うわ、なにこいつ、やべ、つえ。ハトは無理か。やばいな、ちょっと焦らないと。お、来た、パセリ。パセリはいつでも俺のことを救ってくれる。根こそぎいけるわ、この辺。うまいぞ。あー、もうこれ高度成長期の。うまそう。これ波乗ったわ。高度成長期の波乗ったわ俺。これポストとかもいけそうだな、成長したら。あ、なんだ、45センチは。ああ、なるほどね。いでー、ワンワン。うわ、うるせえ。やべ、ホロッコ、ホロッコ。いやー、マジかよ。やべ、人多すぎ。赤、あー、あー、ちょっと待って待って待って。うわ、やっべ、ここやべ、街やべ、街危険すぎ。うわうわうわ、あー、やべやべ、鳥肌立った。
まさか塊魂やってて鳥肌立つことあるとは思わなかった。気持ちよすぎる。ゾワッとしたわ今、水が吸収しまくってる時。新感覚。こら普通に塊魂をやらない生活をしてたんじゃ得られない感覚。招き猫欲しい。なんだこれ、大根。うわやべえ、大根。これ熱いわ。これ絶対熱い。とんがってるもん、でかすぎ。いやでも歩きづれえな大根。ちょっとこれ罠か、もしかして。やっべ、ちょっとなんか来てる。うわー、なんだこれ。やべえ、なんか うわ、もう少し。ちゃて、俺意地でも女子高生じゃねえ。今のあいつ吸収したい。うわーまだ無理か。うわやばい、ここ。あやばい、ここ。猫泥棒できんじゃないこれ。来た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 。うわ燃焼系やってるやついる。うわ世代感。うわこいつ無理か。燃焼系やってるやついるわ。世代感じる。やべ、やばい。やべ、でかすぎて通らねえ。こんなことあるの。え、これ人って吸収できないのかな。まだ揺れてる程度なんだよな人が。いけそうだけどな、頑張ったら。おれ！きたー！おれ！いったわ。おい、やべえ！お、これが星になるんでしょ？大丈夫これ？人として。人としてっていうかこれ。これゲーム的に大丈夫？これ人吸収して星にしようとしてるんでしょ。やばくない。あ、いや、ばあさんいる、ばあさん。ばあさん手に入れた。おれ、やべ、女子高生捕まえた。マジやばいんだけど。え、マジでやばいんだけど。農林水産省も捕まえたわ。は、マジやばいんだが。うわー、まだバイクは無理か。え、ちょっと待って、これ操作がマジむずい。やっぱカップルいる。殺そう。はあ、マジでやりたい放題じゃん。
バイク無理か。やっべ、重い体が。やばい、ここうまい。うわぁ、え、こんなことありえるの。え、マジでやばくないか。え、これ入れないじゃん。入れた。キンモ、これ。え、どういう状況なんこれ。うわぁ、いけるか。いけたわ。あー、終わる。俺の楽しかった塊魂が終わっちまう。3メートル、ギア3ぐらいでけえ。2メートル56センチ。変わってきたな、塊魂。八百屋や、え、八百屋星、星に名がついたぞ。いや、お母さんの顔怖すぎ。佐藤二朗が来てほしいわ。いや、すごい独特な世界観。落ち着きすぎだろ。いや、塊魂の RTA めっちゃ気になってきた。唐突に塊魂の RTA めっちゃ気になるわ。多分あるだろう。サラームアレイクム。アラビア行ったことある？なんだこのどこどこ行ったことあるって。結局連れてってくれねえくせにさ、ムカつくわ。うわ、でかっ。いや、でも体ちっちゃいまんまだな。大元がでかくなってるだけだな。3メートル11分。あ、短くなった。難しそう。もう初手からカエル捕まえれるようになった。フライパンまだダメか。うわ、変な歌きた。恥ずかしい歌シリーズだ。猫がだいぶ細くなったな。いや、塊入れてきてる。めちゃくちゃしれしれしれっと。いや、鈴木まさよしに、まさよしに塊魂の歌歌ってほしい。
ちょっとクマじゃねあれ。塊マンボって言ってる。ニワトリだー。花壇美味しいわ。ゲタ。まあでももう人を吸収する感動はねえだろうな。やべ、ミニ植木美味しい。これこれめっちゃうまい。やべ、子供いける。あの子供跳ねよう。来たー。早い。速度が変わってきた明らかに。やべ、風船こいつ直立かよ。うまそうな場所見っけだー。あいついけんじゃない。おら、やばい、小グマ？やっぱクマだったのか、こいつ。おれ！おれ！あ、なんだこいつ、強っ。こいつ強い。え、これもしかして海の中入れる？なんだ、ヤギ、ヤギみてえなんいる。あ、そうだ、ジャンプできんだ。ジャンプってどうやってやんだっけ。いいか、違うん、いや、してる？これなんだこれ。やべ、ハチミツジローいる。うわ、強っ。やべ、世界変わった。あ、強っ。ブルドッグ。あー、強いな。いや、これ柵とかがうまいんだよな。歌がもう、たまりマンボで癖になってきた。歌いたくない、口ずさみたくなってきちゃった。やべ、ちょっとこれジャンプどうやってするんだっけ。やべ、日向ぼっこしてるカップルいる。行こう。なにこいつ。いっちゃあ、ハチミツジロー来た。ジャンプして見渡すのか。飛びは越えれないのか。これ水の中入れんのかな。うわ、何でもあり。は？何これ。何メートルって。うわ、なんかいっぱい出てきた。あー、早い。
だうわあの船吸収してうるせえもう一回町に戻りてお、ちょっと待ってこれキャンプファイヤー持ってけるんじゃね ここなんだ気になるこれなんだいけるわけじゃねえのかあー霧ぶつかるとなんかいっぱい落ちてくんだいや俺の体からこれ落ちてるだけかやべえちょっと待ってマイゴッタあなかったほら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 ダッシュちょっと待ってこれいけんじゃねこいつも来たーうわ来たー高度成長期やべえ肩いけるってなったら話変わってくるじゃんうわ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 やべえなんでこう何回も感動してしまうように作られてるんだこのゲームはやばいぞさらちんできるぞここいける気がしやべうわうわうわなにこれやばいぞ本当にやばい今までのやばさが比にならんぐらいやばいやべえいや通るのに損害がでかすぎるなんかクソでけえのもげてるうわうわうわさすがに船はまだきついかちょっと待ってガタガタすぎなんかあるあーこれ何なんだろうと思ったらこういうことうわ嘘やべもげてるもげてる頼むえまだ無理お前ら俺の一部になれやべ新しい世界なんかいやなんかはなんだ大量バタみたいなのついてるうわ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 さてマジででかいぞうわうわうわえもう家登れるようになったんだかこれいやもう意味がわからん正直ケータルいけるなやべえやべえもうすぐ俺家行けるな多分次のステージあたりでやべえ塊の喜び知っちまった5m93cm もうほぼギアさんと一緒だなあ
これ、いやでも星って言ってもさ、 5m93cm ってちっちゃいじゃん。花が一番多かったんだって。2番目に野菜、3番目植物。なんていう名前がつくんだ、気になる。チューリップ星だ。なんかそれっぽいし、タンポポ流星までできしめってや。あ、見えた見えた、ロケットが見えた。お、俺もこの間見たぞ、生放送で。ここにいるんだぞ。ああ、あ、お父さん宇宙飛行士なんだ。ちょっと待って、すぐお父さんに会えますよ。不幸な未来しか見えないんだけど大丈夫？不幸な未来しか見えないんだけど大丈夫かな。何々座を作るって何なんだろうな。とりあえずスルーしてるけど、ん、なんだこれ。これさ、え、ちょっと待って、普通に進むやつがないんだけど、俺見落としてる？こんな綺麗に見落とすことある？あった？なくね？あ、星座やらないと進まない？やるか。早く優雅な星空になってほしい。白鳥、まだ生まれてないみたい、まだ卵のままでしょ。oh, yeah. んー、卵をひたすら集めると。あ、うずらかわいい。あー、分かった。さっきから何が起こってんのか。これあれだ、ネズミ捕りか。いや、白鳥生まれるのおかしいやろ。え、てか白鳥って、白鳥ってさ、どこで卵産んでるの？どういう場所で卵産んでんの？水辺なんだ。ちょっと待って、こいつらなんか暴れるんだけど。え、これ何話にしろっていう話だった？特になかったっけ？いやー、俺人巻き込めねえと、やっぱ感動する音楽なんだよ。なんだよダバダバって、おかしいだろ。塊魂の音楽じゃねえだろ、どう考えても。めっちゃおしゃれな、いやなんかさ、その曲調に合わせてさ、それっぽい場所で、公共の場で、あの塊魂の BGM 流して何人気づくかみたいな検証しては。
これとかさ、めっちゃおしゃれで高級なさバーとかで流してさ、多分これ気づかねえだろ。いや、ネタ 100% のやつだったらバレるかもしんないけど、こういうさ、なんかもうパッと聞いててネタってわかんないやつ気づかないと思うんだけど。そうそう、美容室とかで流してたら多分わかんねえぞこれ。やっぱちょっとミッションは物足りなさを感じてしまうな。そうそうそう、ホテルのフロントとかでデベステデって。だってちょっとこれ聞きながら飲むテキーラとかうまそうだもん。バーボンみたいな、ちょっとうまそうだもん。酔いし、それで酔いしれてるやつを見たい、シラフで。うわ、なにこれ。あ、楽しい。うわー、ひでー、オムライス置いてあんのきついわー。やべ、あとステージが使い回しってことに気づいた俺今。The best of the...絶対気づかんて。やべ、間違えた。結構長いし。これ実際なんて言ってんだろうな、日本語訳したら。ちょいちょい英文で歌ってるけどさ、多分固まってうんたらかんたらみたいなことは言ってると思うんだよな俺。うわ、うわ、ダリエこれめんどくせ。ダメだ、どうもこういうミッション系になってくると話変わってくるわ。え、なんか違うもん吸収し始めた。大丈夫か俺、パセリ入ってるけど。パセリはまずいんじゃないか。星座微妙だね。名刀朝光って書いてあって大根飾ってある。めちゃめちゃしょうもない、信じられないぐらいしょうもない。エレベーターになってたんだか。うわうわうわ、なにこれ、やばい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 、慣れたわ。
正座率 74%。 いやきっしょー。コスモを感じるわ。白鳥座が不死鳥のように復活したのね。フェニックス。なんだこいつ。やべえだろ。